下処理した大ぶりの鮭を丸ごと軒先に吊るす雪が舞う冷たい風に長くさらすことで身が熟成しうまみが増す北国に昔から伝わる保存食鮭の寒風干しである鮭川村であった作業の様子が先日本紙に載った村では洋の陣んりと呼ぶ 海から遠く離れた山荘にあって遡上してくるサケは冬場の貴重なタンパク源であった流通の発達や食生活の変化で一時廃れたものの地元有志が20年ほど前に復活させバトンは今もつながるそうした営みの一方で別の悩みも起きている今週回帰したサケが 例年に比べ極端に少ないというのだ酒川に限った話でなく県内の河川を見渡しても細捕数は例年比1割から4割未満まで激減した今夏の猛暑で海水温が上昇したのが原因との見方が強い生息域がロシアやアラスカの沿岸まで北上したとの指摘もある サケは大海原を3年から5年かけて回遊しながら成長し子孫を残すため母なる川に帰ってくる遊佐町を流れる学校川水系でも例年同様サケの寒風干し作業が行われているようだ資源不足にあっても伝統を守り食文化を受け継ぐ人たちに感謝しながら も味わいたい。